どうも、とこまかなたです。最近ですね、原神っていうスマホでできるゲームにハマってまして、結構毎日3時間ぐらいしてるんですけども、ちょっとですね、ネットの攻略とかを見ても、なかなかうまく進めないエリアだったので、ご紹介したいと思います。では、行きましょう。はい、こちらなんですけども、まずですね、逆さのワープポイントのところから始まりまして、まあ、ここをですね、飛びますと。はい。よし。で、まあ、よじ登るんですけれども、ここですね、ずーっと右側の方からですね、なんとか行こうとしたんですけども、何回やってもうまくいかなくてですね、右がダメなら左って思うかもしれないんですけど、なんとか右の方からやろうとしてできなくて、左の方からですね、行けるみたいなんですよね。はい。で、3回ぐらい失敗して、4回目ぐらいでやっと成功したんですけど、近づいて飛ぶっていうよりはですね、もう一番上まで登っちゃって飛ぶっていう方がスムーズにいきますので、その方法でやってみてください。役に立ったって方はですね、いいねとチャンネル登録、そしてコメントお待ちしております。ではまたお会いしましょう。